ちゃこんにちは。さあ、ヘタカさん。はい。年次。回らない年次。いや、そんなことないですよ。そんなことないです。あのほら、あの一郎選手の旋風の時なんてやっぱり、はい、またね。またねちょっとなんかすごい下手な話なんですけれども、やっぱりあ、そうだったそうだったって思う方も多いんですよね。うん、まあ、そうだね。その年に印象的な選手だったり印象的な出来事があるとより、はい、ね、いいと思う。いや、そうだ、まあ、はい、一郎が席巻してるよね。いや、この年はすごいですね。いや、まあまあ、はい、一郎が日本にいる間はもう一郎フィーバーだったからね。そうですね。で、今日は96年です、はい、どんな出来事があったか、まずは、ペナントレース制したのはどちらか、はい、うん、覚えてますか、豊さん。いや、ジャイアンツとオリックスかな、はいはい、で、まあ、一郎さんがいたということでオリックスが、まあ、イチローもいたし、はい、まあ、ニールっていうのもいたかったな、はい、ピッチャーでは星野、はあ、あの遅い星野王子様とか言われていや、球遅かったんだけどさ、すごい、それが90何キロとかでしたよね。そう、まあ、対戦したけどさ、まっすぐとフォークの差が分からないんだよ。同じ球速、いや、同じ球速ぐらいで来るんだよ同じ軌道で来るからさ、はい、カーブっていうの特徴あったでしょ、うん、はい、ドローンとした100球ぐらい100キロぐらいのカーブなんだけど、それはそんなに嫌じゃなかったのよ、はい、でもまっすぐとフォークの見極めができなかった俺、あ、最後まで、あの、すごいですね、そうやって100キロ出なくても、いや、勝てるんだよ、でも、まあ、コントロールも良かったしさ。なるほどね、うん、で96年は、オリックスが19年ぶり4回目の日本一に輝きました。優勝1敗でジャイアンツ負けたんですよね、はい、はい、結構負けてんな、ジャイアンツは。そうなんですね、昔はものすごくジャイアンツ破るのにって言ってたんだけど、やっぱパ・リーグは強くなってきてるね。そうなんですよね、はい、で、一応順位言っておきましょう、セ・リーグは優勝がジャイアンツ、はい、そして2位ドラゴンズ、3位カープ、はい、4位ヤクルトスワローズで、5位が横浜ベイスターズで、6位が阪神、はい、でパ・リーグはオリックス優勝で、2位が日本ハム、3位西武、4位近鉄、5位、ロッテ、そして、6位がダイエーホークスと。そうね、そういう時代でした。今まあ前身のダイエーホークスが最下位でしょ、はい、ソフトバンク今あんなにぶっちぎってるんですけど ね、いろんな時代があったんですね、うん、で、豊さん、はい、タイトルを取った選手たちを見て思うところありますか。やっぱりイチローさんですか。まあ、イチローの3割5分、うん、6人、はい、ね、首位打者すごいよね、はい、だって首位打者取ってからはずっとイチローが首位打者取るわけだから。そうですよね、あ、すごいよ、やっぱ打つのはね、はい、うん、まあ、守りも、はい、走りも肩も、うん、まあ、全て野球選手として揃ってた、揃ってる選手だよね。そうですね、うん、でセ・リーグはどうですか。ピッチャー斉藤正樹投手が最優秀防御率であったり最多勝、まあ、そうだね、はい、そして救援投手には佐々木一弘さんがいらっしゃいます、ね、だから、まあ、奪三振も斉藤隆っていうのが取ってるでしょ、はい、だからピッチャー先発ピッチャーも抑えも、うん、なんかこう揃ってきてる96年はベイスターズ、うん、成績には反映されてないけども、はい、各選手の能力が出始めてるっていうことだよね。そうですね、はい、さあそしてベストナインですけれども、豊さん、はい、片岡さんが入ってるんです。おお、はい、ね、片岡さんがパ・リーグ日本ハムで一塁手として、まあ、サードやってたけどね、ずっとね、まあ、この年は一塁に回ったんだろうね、はい、そして、うん、立浪さんが、セカンド、うん、中日セカンドで入ってますね、うん、そうだね、はい、PL の同級生が入ってるね。そうですね、うん、はい、そしてこの年、豊さんなんか高校野球も印象深かったんですか。いやいや、松山商業、俺が大好きな高校なの、はい、と熊本工業、はいはい、もう決勝でさ、はい、奇跡のバックホームって9回にピンチに迎えた時に、はい、背番号9が突然としてベンチが出てきて、うん、ライト行けって言われて、はい、1点取られたらもう最後負けだけ、負けなんだよ、うん、でそれをセンター あのライトの矢野のところに飛んで変えた選手のところに、はいはい、でホームで刺したんだよ。すごい。でチェンジになって、はい、でその裏、うん、いやそのバッターから始まって、その9番ですよね、変えたツーベースを打って、はい、点を取って、はい、松山商業が優勝する。で松山商業の思い出っていうのは、はい、俺小学校4年の時に、はい、三沢の太田っていうね、はい、投手と、うん、もうアイドル的な存在だったんだよ、はい、で松山商業、うん、これが決勝で延長18回再試合になって松山商業が勝つの、はい、その時俺愛媛に住んでて、はい、幼稚園で、うん、小学校4年の時に、はい、幼稚園で見てたんだ
帰れないんだよ家に。幼稚園で見てたんですか。幼稚園の学小学校と幼稚園が隣接しててそれで幼稚園のテレビで見てたわけ。小学校4年の時、はいはい、野球 やってて友達と、はい、で始まるよっつって、うん、もう釘付けになって、はい、そしたら延長18回行くから帰れないわけよ、はい、どんどん暗くなっていきますよね、うん、で再試合を見て松山商業が優勝するんだけど、はい、その時から松山商業のファンなわけよ。もう絶対絶命のピンチを救ったのが矢野っていうライトの子なんだけど、はい、奇跡のバックホームって未だに語り継がれて、プロには行かなかった。プロには行かなかったんだけどさ、はい、なんかそういう印象がある甲子園だったんだよね。豊さんはそれを見ね、だってさ、思い返していたと。いやもうね、まさかさせると思ってなかったからさ。監督もよく変えましたね。いやだからそこなんだよ、うん、やっぱ肩が良かったんだろうね。でも肩がいいって言いながら画面からボールは消えてたけどね、こうレーザービームではなかったわけ。でもストライクは来たわけ。すごい、いいところにね。いや変えて、それがラッキーボーイになって優勝するんだ、はい、だから松山商業っていうのはやっぱファンだったから、うん、なんかすごく印象残ってるっていう高校野球の。そう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 。あ、だから豊さんここに取り上げてたんですね。そうなんだ、はい、なるほど。さあプロ野球にちょっと話は戻しまして、はい、まず最下位の阪神のちょっとベストオーダーの特徴を見ていきたいんですけれども、はいはい、前の年に活躍した両外国人、この年、活躍ができなかったが檜山が成長して20本塁打以上放った。そうだね、まあ、後に代打の神様って言われるようになったけどね。あ、そうですね、檜山はね、はい、で投手陣は薮そして川尻が2桁勝利者となったが、はい、抑えが固定できなかった。まあ、そうだね、やっぱり厳しかったということなんです ね、 そうね。さあ続いて、5位の横浜、うん、はい、ベイスターズの、オーダー特徴、石井が一番打者として45盗塁した。ああで20本塁打を打つ打者はいなかったが高打率の選手が多かった、うん、そして斎藤隆野村が10勝を挙げた。まあそうだね、だからまあ、 ピッチャーは揃ってきてる、はい、で打線もやっぱり石井を代表するようにだん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 揃ってきてるんだよね。 あとは経験なんだよ。なるほど。でも45でも盗塁を取れてないからね、まだ尾形が50個走ってるその年、広島の尾形さん。いやだから昔の盗塁王ってやっぱ50個目安だったんだよ。今ちょっと少なめになってきてますけど ね、 ね、うん、でもこのね、ベイスターズの成績がもうそろそろ反映される。黙っとけよ。わかりました、楽しみですね。はい、続いて、ヤクルトです、はい、ベストオーダーの特徴なんですが、前の年打ちまくったオマリーも成績を落とし、うん、ミューレンのみが20本塁打超えとなった、うんうん、野村再生工場で田畑が活躍し12勝を挙げた、うん、まあそうだね。ノムさんが、いやノムさんはねやっぱうまかったよね、はい、やっぱこう気持ちをくすぐるというかさ、うん、技術的なことよりも気持ちをくすぐるというね、うん、はい、そういうことがすごくうまかったよね。そうなんですね、だから気持ちよくさせてやったという選手に対して、うん、さあ続いて、広島です、うん、ベストオーダーの特徴は10年目の尾形が成長を見せ、はい、尾形、野村、江藤、前田、ロペス、金本を加えた打線は最強だった。いや最強だよね、すごいですね、はい、投手陣では2年目の山内が先発は少なめだが11勝、そして紀藤が12勝を挙げた、うんうん、他に続くピッチャーがね、なかなかいなかったというね。ただまあ野手は揃ってきてるよね。すごいですね。さあ、そして2位の中日ドラゴンズの高打特徴です、はい、新外国人コールズは予想以上に打ったが守備感まずかった結構辛口ですね6番7番が本塁打争いするなどよく打ったがクリーンアップはそんなに成績を残さないちぐはぐ打線となった、うん、でチーム順位がセリーグ2位とは思えないほどのこの年の投手陣の成績悪かったと。その中で今中一人奮闘していた。あ、そうだね。これはよく2位になれたなっていう特徴だったんですかね。あ、やっぱ打った。あ、打ったってことなんですね。首位打者がいる、ホームラン王がいる、はい、で打線は揃ってる、はい、だけどやっぱこう点も与えてしまうというね、うん、そういうバランスが悪かったね、チームとしてのね。ということはだからちぐはぐだったんですね、うん、そうそうそう。さあ優勝したジャイアンツのオーダーちょっと1番から見ていきます、はい、1番西、2番河合、3番松井、4番落合、5番マック、6番清水、7番本木、8番村田と、はい、で先発はガルベス、斎藤正樹、木田牧原、宮本などいました、うん、抑えがマリオ、うん、まあ揃ってるよねやっぱね。そうですね、まあ、西が新人でね、はい、1番を打ち、うん、
まあ、ブレイクした年だよね。そうですね、うん、新人王にもなってるしね、はいはい、特徴としてはその松井がチームの主軸となり、落合マックのクリーンアップはなかなか強力だった、うん、で新戦力の西清水も足で攻め打撃陣を支えた、うん、で投手陣においてはガルベス斎藤が16勝ずつと2枚看板が活躍、うん、すごいよね、はい、2人で16勝あの1人ずつ16勝32勝してるんだから、はい、それはやっぱ強いよね。安定してるというか。そうですね、優勝もしますよね。さあ、そしてこの年何があったのか見ていきましょう、はい、4月です。4月5日、読売ジャイアンツの斎藤将樹が開幕試合となる東京ドームでの阪神戦に先発。日本のプロ野球史上初の3年連続開幕完封勝利。3年連続ですか。もうね、そう、開幕が義務付けられてるから、そのプレッシャーの中、また開幕ってさ、はい、重圧がかかるんだよ。やっぱ負けちゃいけないという、チームを負けからスタートさせちゃいけないというさ、やっぱ責任もあるし、はい、まあ、その中で自分の重圧とすればさ、はい、3年連続の完封がかかってるという、その中で成し遂げるっていうさ、はい、やっぱ精神的な強さとスタミナね、はい、これはやっぱね、頭が下がるわ。もうあのこの年代、斎藤将樹さん旋風ですよね、一郎旋風じゃないですけど、まあまあ、もちろんそうそう、すごいですね。さあ、そして5月になります。5月1日、名古屋球場での巨人対中日戦、5回裏、巨人先発のバルビーノ・ガルベスの投球が中日の山崎武史の頭付近を通過し、山崎が激怒、うん、ガルベスも応戦して、したことから両軍総出の乱闘に発展主審が山崎ガルベスを退場処分。巨人の監督の長嶋はこの措置に不満で選手をベンチに引き上げさせたが、連名提訴を条件に試合の再開に応じた。試合が32分間中断した。全員引き上げさせたんですか。やっぱりさ、ちょっともう本当にあの荒っぽかったよね、みんな荒くれ者が多かったよ。まあ乱闘、いや、それとやっぱね、俺も何回か経験あるんだけどさ、監督が選手を引き上げさすんだよね、ベンチに、はい、もうやらないっつって試合を、うん、もうそんな判定だったら、はい、まあそういう、まあ、時代だよね。これ全員が処分にはならないんですね、うん、全員下がっても。いや、まあならないならない。で、その間に交渉したってことですよね、うん、連名提訴を条件。そう、だから提訴してどうなったかっていうことはあまり知らされてないんだよね、公にも。そんなならない、まあ、まあならないよ ね、うん、この時代は。だから、まあ、ある種の抵抗だよね。そうですね、うん、さあ、5月9日です。日生球場での最後のプロ野球公式戦となる近鉄対福岡ダイエーホークスの試合が行われました、うん、はい、近鉄が3対2で勝ち、試合終了後負けたダイエー選手のバスにファンが生卵を投げつける、うん、これは有名な、ね、話で、はい、王さんに生卵を投げつけるかって思ったんだよね。しかもファンがっていう、ファンが王さんに、うん、いや、 やっぱ国民栄誉賞を取ってさ、はい、プロ野球を支えてきてくれた人じゃない、はい、でもまあリーグが違うとこうも扱いが違うのかっていうようなさ、あ、まあそういう印象もあったし、はい、まあ、その当時やっぱりダイエット弱かったからね、はい、でもその礎が今につながってるというね、王さんが会長でね、はい、うん、でもショックな事件だったね。そうですね、うん、5月10日です。広島東洋カープの大野豊が自身が持つセリーグ史上最年長記録、まあ、当時の最年長記録を更新する40歳8ヶ月で完封勝利。スタミナあるよ。すごい、大野さん。スタミナあるよ。あの投げ方はさ、はい、今ではちょっと邪道って言われるかもわからないけど、うん、まあ、軸足の左足を低くまで折ってね、はい、それから投げ出していくんだけどさ、相当なやっぱスタミナがあるピッチャーだよね。すごいですね。40歳で完封って今いない、まあね、ですよね。もう今もう分業制に完全になってるしさ、それもあるのか、まあ、それもあると思うよ、はい、うん、だけどスタミナがあるピッチャーだったよね。そうだったんですね。6月19日です。メジャーリーグです。セントルイスカージナルスのオジースミスが今シーズン限りでの引退を表明。知ってる、オジースミスって。知らないでしょ。はい、知らないです。これが守備につくときに、はい、あの必ずバク転するんだよ。バク転で守備につくんだ。毎回です。バク中かな。毎回はそれがかっこよくてさ、はい、でオズの魔法使いつって、うんうんうん、ショートで抜群にうまい選手だったのよ。あ、そうなんですね。そのグラブを、はい、アメリカが取り寄せて使ったことあるんだけど、はい、やっぱ良かったね。どんな感じなんですか。やっぱ皮も柔らかいし、はい、
だから俺にとってはちょっと大きめだったんだけど、まあ、それを使ってみたこともあったという。あ、そうなんですね。だからみんながこう守備として憧れた選手だよね。バッティングはそんなに打った選手じゃないけど、はい、もう守備でお金が取れた人。すごい。そしてパフォーマンスでもそうだね。ということですね。だから、まあ、そういう人はもういなくなったけどさ、守備につくときにバク宙やって守備につくって外野じゃなくて内野なんですよね。かっこよかったよ。だからそうなんですね。さあ6月29日です。神宮球場で行われたヤクルト対阪神戦、古田敦也の、打席で阪神のこれ島田哲也が古田の頭部付近にビーンボール球を3球続けたことにより古田が島田に激怒し、止めに入った捕手山田と揉み合ったことから両チーム入り乱れての大乱闘騒ぎに発展。古田と山田が対象処分になった。これ3球続けていったんですか。いやーこれ露骨だよね。あからさまですよね。だから昔は本当に危険を感じながら殺気を感じながら野球をやってたんだよ。すごいですね。命かけながら。いや本当に。だから古田は自分がキャッチャーとしてね、はい、攻めも厳しかったけど、だけど相手からもう本当にあの厳しい攻めをされたバッターの一人だよね。そうですね。これ何かがあってからこうだったんですかね。その前、いやだからまあ結局インサイドをよく使うからさ、その時に当たったりとかさすると古田が逆に当て返されるというかさ、そういうことになってくるわけよ。じゃあヤクルト多かったでしょうね、乱闘。いや多かった多かった、やっぱり、うん、ただ古田はよくねこの中でね2000本打ったし、うん、ひるまなかった ね。 そうですね。首位打者も取ったしね。すごい偉大な選手ですよね、うん、そうそう。さあ今度飛んで8月になります。8月30日ですね、はいはい、オリックスのイチローが、グリーンスタジアム神戸での大栄戦で7回裏に左中間安打を放ち、はい、この日3本目の安打を放ってプロ野球新記録となる1シーズン23回目の1試合3安打以上8月30日だよ。もうですか。まだ1ヶ月ちょっと残ってんだシーズン。早い。もう8月30日に新記録作っちゃうんだ。しかも1シーズン23回目です。そうだよ、すごいよな、はい、すごいですね。もう次元が違いますね。なあ、はい、さあそして9月23日です。オリックスが地元のグリーンスタジアム神戸での日本ハム戦で延長10回裏イチローのサヨナラ安打で勝利して2年連続パ・リーグの優勝を決める、うん、ここも、まあ、頑張ろう神戸でね、はい、こう頑張ってた時だよね。そうですね、一丸となってみオリックスが熱かったね。そうですね、はい。そして10月24日になります、はい、オリックス対巨人の日本シリーズ第5戦がグリーンスタジアム神戸で行われ、オリックスが巨人を5対2で下して4勝1敗でシリーズ優勝を決める、うんうん、まあ強かったね。強かったですね、まさに、うん、さあそして11月28日です、はい、巨人の落合博満が、読売新聞の本社で渡辺恒夫の元を訪れ対談申し入れ了承される、うん、同じ一塁手の清原和博が入団したため球団は打撃コーチ兼任選手としての残留を求めたが主力選手として現役続行を望んだため、まあ清原を取った以上清原を一塁で使うよね、まあ、そうですね。清原ベンチに置くことっていうのはないよね、はい、で年齢的にやっぱりもう、もう引退間近のね、はい、落合さんがやっぱりベンチに座るのはもう価値がないと、うん、嫌だということで、はい、まあ、申し入れたということだよね、はい、でこの了承され1ヶ月経たないうちですね、うん、12月12日です、うん、日本ハムファイターズは元巨人、うん、まあ、前巨人の落合博満の入団を正式に、そうだね、早かったですね。そこから、いや、はい、はい、やっぱり実力者だもんね。どこも欲しかったと思うよ。じゃあこれ日本ハムが落合さんを取れたと、うん、そうだね、いうことなんですね、はい。さっきちょっと96年振り返りましたけれども、豊さん、振り返ってどうですか。これね、もう引退してる時だから、はい、まあ、解説者なんだよね、はい、うん、だから、まあ、いろいろ外から見たけども、はい、まあ、印象のころはこんな荒っぽいことしてたかなっていうさ、はい、あれくれもんが多いよね、乱闘とか、ね、乱闘とか抗議とか、あ、だからまあ面白かったっちゃ面白かった。熱かったよね。熱かったですよね、うん、ただまあ松井、まあセ・リーグでも松井、パ・リーグではイチロー、まあ、こういうバッター両輪、まあ、両方ともメジャー行っちゃったけどさ、はい、だけど活躍した年だったね。そうですね、はい、そして次回98年、いよいよメモリアルとなる年がやってくるんですよね、うん、分かんないよ、ちょっと楽しみにしてください。変わってるかも分かんない。あれ、はい